エモヤンの人生ふらりつまみ食い。エモの竹野です。今日も、浅草のどうでしょうね、私の大好きな、ステーキ屋、浅草といえばですね、ここのステーキが一番大好きなんですけど、ジャノメ、さんといいましてね、ことどる通りからちょっと入ったところなんですけどね、ここのマスターはもともとこの近くで、ライブハウスとかやってましてね、私もよく見てたんですけど、親さんがまだね、かっこいいんですよ、80くつでね、ギター弾きながらね、こう渋いこうジャズを歌ったんですよ。その親さんがここの、オーナーなんですけど、今日はお母さんと、家族みんなやってるステーキ屋さんでね、ステーキっていろいろありますけど、私のもう定番はですね、ここはですね、豆腐サラダをパチッと食べてこの豆腐がまたうまいんですよ。で、ここはもう決まり物でしてね、値段がもうリーズナブルな上に食べ頃のちょうどいい 200g のステーキをね、いつも毎度食べるんですよ。それまたライスもね、食べながら肉にはライス、これはね、この取り合わせがもう最高なんですよ。で、ステーキってのは、いろんなね、店がありますけどね、私はここのステーキはね、連れてくる人、いつも言うようですけど、連れてくる人も必ず気に入る、このね、うまい、そういうステーキなんで、まあ、人気のあるお店なんでね、今日はたまたまちょっと空いてたんで、すんなり入りましたけど、まあ、皆さん、肉をこうカツッと食べたい。200g か、250g、300g、なるほど、調整の時は 300g 食うんですけど、まあ、年齢相応に、わずか 200g のステーキですね、今日も食べてみたいと思います。ぜひ皆さんね、気軽に、ステーキを食いたいって言ったら、もうこのジャナメのステーキ、浅草の、私が一番好きな、店の人もみんないい人でね、親さんはあまり店来ないんですけど、かっこいい親さんがね、時々顔出してくれるので、奥さんも、お母さんも一緒にですね、ぜひとも、機会があったらこのジャンルのステージに来てください。以上です。はい、来ました。私の大好きな、ステージです。サードインステーキです、昔ながらのステーキの雰囲気がありますけど、これがもう絶品の絶品。まあ 200g ですから、まあ本当はね、300ぐらいのやつを見せたかったんですけど、まあ、日本で生きてリーズナブルですから、200でも300でも、いくらでもやってくれますから、ぜひとも。それからライスは、ここのご飯が美味しい。私はステーキにはライスと決めてあります。熱いですよ、これ。ぜひ皆さんも、ソースで、時々かけたり、最初は塩だけで食べて、しますけど、このニンニクも、ちょっとこういう、カリカリに揚げたり、パラパラとかね、まあ、私の作ったら最初は塩で食べます。塩で食べます。塩はちょっともう横に。普通の人はみんな250とか言ってね、250、ちょっと塩をつけて。そうですね、ビール、はい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 、ビ
で、ちょっとタレです。タレをちょっと。ここに置いて。Yeah.